どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ホテルグループの IHG がですね、なんとステータスマッチをね開始いたしましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回ね、ホテルグループの IHG がですね、ステータスマッチを開始いたしましたということで、このね、IHG のね、ホテルグループはですね、先日ね、ステータス制度がね、変更が発表されたんですよね。そちらの解説もね、こちらで話しているわけなんですけども、もうね、新しい方のステータスにね、切り替わっておりまして、まあ私のね、アカウントだとこんな感じでね、もうダイヤモンドステータスね、見ることができるんですけども、まあこちら切り替わってるんですけども、じゃあまあ実際にね、特典が利用できるようになるのはね、2022年の6月以降からっていう風になるわけなんですけども、まあこのタイミングでね、ステータスマッチ開始ということで、今までね、IHG ホテルね、気になられてた方、この機会ね、利用していただければですね、結構ね、簡単に最上級のね、ダイヤモンドステータスまでね、なることができるっていう風になりますんで、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、 IHG がね、ステータスマッチを受け付けているということで、今回ね、ダイヤモンド一番上のね、最上級のステータスまでね、こちらステータスマッチでね、利用することができるっていう風になっておりますんで、ちょっとね、ステータス特典をね、もう一回おさらいねしておきたいなと思うんですけども、クラブステータスからシルバー、エリート、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドといった形で分かれております。で、今回のね、ステータスマッチではこのプラチナエリートとダイヤモンドエリート、この2つにね、なることができまして、基本的にはですね、この今回のステータスマッチはですね、プラチナエリートのになりたい方はね、お勧めしておりません。というのも、 IHG っていうのはですね、インターコンチネンタルアンバサダーっていうね、年間200ドル払えばですね、プラチナステータスにね、なれるんですよね。ですので、今回のね、ステータスマッチね、お勧めしたいのはですね、基本的にね、ダイヤモンドステータスね、利用されたい方向けていた形になっておりますので、もしね、プラチナエリートになりたいよっていう方であればですね、まあ、200ドル払ってね、あのインターコンチネンタルアンバサダーね、入った方がですね、手っ取り早いですし、宿泊しにね、行く手間もありませんので、まあ、こちらがね、お勧めっていた形になります。で、ダイヤモンドステータスね、特典ね、こちらにね、一覧でザザッと書いてあると思うんですけども、やはりね、あのダイヤモンドステータスの一番大きい特典っていうのは、朝食がね、2名分無料で利用することができるんですよね。今までね、この IHE のステータスっていうのは、一番上のね、スパイアエリートっていうね、ステータスでもですね、この朝食が2名分無料でついたりね、しなかったんですよね。それが今回ね、新しくなるこのダイヤモンドエリートではですね、朝食2名分ね、利用することができるっていう風になりますんで、ここはね、結構大きい特典かな、なんていう風に思います。私も一応ね、2019年に ANA のダイヤモンドから IHE のステータスマッチっていうのはね、当時キャンペーンでやっておりました。まして、まあ、その時にね、スパイアエリートっていう一番上位のね、ステータスをゲットしたわけなんですけども、それからね、延長に次ぐ延長、まあ、コロナ関係でね、ずっと IHE もステータス延長しておりましたので、まあ、その関係で私も今もね、ダイヤモンドステータスね、保有しているわけなんですけども、今後ね、6月以降になったらですね、ちょっとね、朝食ね、私も IHE ね、全然泊まったことがないので、ちょっとね、利用してみたいな、なんていうふうに思っているわけなんですけども、もしね、利用されたい方はですね、ステータスマッチね、利用してこのね、ダイヤモンドステータスね、狙っていただくっていうのもね、悪くないのかなと思います。それではですね、ステータスマッチのね、詳細ね、いきたいと思うんですけども、まずね、エントリー期間が2022年の5月の18日から2022年の7月31日までっていう風になります。で、公式サイトね、概要欄に載せておきますので、そちらからね、エントリーしていただいて登録ね、していただくっていった形になります。これね、エントリーだけするわけではなくて、もうエントリーと同時にね、ホテルプログラムをね、選択して登録するっていった形になります。で、特典ですね、このステータスマッチを登録完了後ですね、120日以内に5泊していただくとプラチナ、15泊していただくとダイヤモンドステータスがね、獲得することができるっていった形になります。本来ね、ダイヤモンドステータスっていうのは70泊もしくは12万ポイントね、獲得するとこのね、ダイヤモンドステータスになれるわけなんですけども、このステータスマッチね、利用していただければ15泊ね、利用するだけでこのね、ダイヤモンドステータスね、獲得することができるっていう風になりますんで、ちょっとね、気になってて今後利用してみたいみたいな方はですね、かなりいいのではないのかなと思います。で、ステータスマッチ元のね、プログラム一覧なんですけども、
こういった形になっておりまして、かなり多いですよね。アコーホテル、ベストウェスタン、チョイスプリビレッジ、ヒルトン、マリオット、ラディソン、ワールドオブファイアット、ウィンダムということで、このね、ホテルグループからステータスマッチがね、利用することができます。で、こちらでね、獲得できたステータスの維持期間なんですけども、2023年の12月末までね、利用することができるというふうになりますんで、大体1年半ぐらいですかね、利用することができるっていった形になります。それでは次に注意事項なんですけども、今回ね、このステータスマッチはエントリーしていただいた後に120日以内に5泊でプラチナ、15泊でダイヤモンドにね、なれるわけなんですけども、こちらのね、予約自体は公式サイトのみね、カウント有効っていうふうになっておりますんで、外部ホテル予約サイトからね、予約した場合はこちらね、対象外っていうふうになります。またね、1泊30ドル以上のね、現地通貨相当額でないとこちらね、カウント入らないそうですので、IHG ってね、本当に安いホテルは本当にお得にね、宿泊することができるんですけども、この点はね、注意していただければなと思います。本来ね、このステータスマッチっていうのは、どっかのね、上級会員のステータスを持っていて、それを持ってるからこっちでも上級会員あげますよみたいなね、そういった感じで行われることがね、多いんですけども、今回のね、この IHG のステータスマッチはですね、ヒルトンにしてもマリオットにしてもですね、一番下のね、ステータスであってもね、こちら、ステータスマッチね、申請することができるっていう風になりますんで、こちらね、規約見てもね、どのステータス以上じゃないとダメみたいなこともね、書いておりませんので、基本的にね、誰でもね、日数さえクリアすれば、このね、IHG のね、ダイヤモンドを獲得することができるっていう風になりますんで、ここはね、事前準備がね、いらないっていう点ではですね、かなりいいのではないのかなと思います。ということで、今回ですね、IHG がステータスマッチね、開始ということで、ちょっとそこでね、動画出させていただきましたけども、IHG のね、ダイヤモンドステータスね、今後利用してみたいなっていうふうに思う方であればですね、今回のね、このステータスマッチね、かなりいいのではないのかななんていうふうに思いますので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。本来ね、70泊もしくは12万ポイント獲得しないと、このダイヤモンドステータスがね、利用することができないっていうふうになりますんで、これがね、15泊で済んでしまうっていうのはね、かなりいいのではないのかなと思います。またね、IHG っていうのは平日とかだとですね、本当にこちらね、見ていただきたいんですけども、こちら簡単に私が国内ね、検索してみるとね、こういった形で、6000円台とか7000円前半とかね、結構ね、お得なホテルがね、多いんですよね。ですので、この15泊ね、必要なわけなんですけども、1泊ね、7000円ぐらいですかね、利用することができるっていう風になりますんで、結構ね、お得に利用できるんではないのかななんていう風に思いますので、ぜひね、気になる方はですね、利用してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。